昨日クマが目撃されたのは立山町の山間部の集落です。クマが見つかった現場です。男性がこちらの板が外れているのを不審に思い、この窓から中を覗き込んだところ、クマがいたということです。昨日午前5時半ごろ、立山町メッカの納屋で、納屋の所有者の男性が中にクマがいるのを見つけました。なんとクマは納屋に保管してあった米を食べていたということです。クマを発見した男性の妻は、ここにぬいぐるみが座ってるような感じで、お尻つけて、多分足を出してって多分食べてたっていう。主人がここから覗いて、本当に覗いたらクマもすぐ察知したらしくって、すぐ後ろ振り向いたそうで、目と目とすぐパパがじっとあったら、クマも驚いて、それこそここの廃棄庫のとこからすぐ逃げていく、主人もびっくりしてこうダッシュで、家まで戻るという状況だったんです、はい、熊は山中に逃げ込み、男性に怪我などはありませんでした。当時納屋はシャッターが閉められていましたが、熊は米の乾燥機の廃棄のための直径およそ40センチの穴から納屋に入り込んだとみられています。まさかこういうところから入るなんて想像してないので、本当に予想外でしたね。この納屋に熊が入ったのは今月8日から3日連続とみられ、くず米の袋を破って食べ散らかした跡があったということです。熊の目撃情報を受けて、昨日猟友会などが侵入経路とみられる排気口の外側に罠を設置、そして今朝熊1頭が捕獲されました。メスの成獣だったということです。熊はよくは出るんですけど、納屋まで入るっていうことは、この地区ではあまり聞いたことがないので、本当に食べるものがないんだなと思います。私たち人間も動物の世界を荒らさない、動物の世界も私たちの世界を荒らさないという形で、共存できたら一番理想なんじゃないかなと思いますけれども。